こんにちは。設定の解説です。知らない人が多いであろう FOV の細かい仕様と僕が普段使っている設定を紹介します。グラフィックはモニターによって見え方が変わるので、人の設定を真似してもしょうがないので参考程度に見てください。この設定で FPS が低いと感じたら、スクリーンモードをボーダレスからフルスクリーンに、アンチエイリアシングを DAA に、テクスチャーをローに、あんまり変わらないけど視認距離を最低に、この辺りをいじる以外は基本最低品質でプレイしています。次、ポスト FX です。この設定も NVIDIA の設定次第で変わるので真似してもしょうがないと思います。今やった設定にすると白黒画面にできます。 NVIDIA の設定はこんな感じです。次、 T-bind 設定ですが、少し戦闘のテクニックを解説します。デフォルトの緊急リロードの設定についてです。緊急リロードをダブルタップにすると通常リロードが最大1秒遅くなります。緊急リロードをダブルタップに設定しました。ダブルタップの遅延は分かりやすくするために1秒にしました。インと同時に通常リロードをします。リロードがかなり遅いことが分かります。R ボタンを押した際にもう一度 R を押すか、待機時間が発生するためです。通常リロードを少しでも早くするために緊急リロードのダブルタップを外しておきましょう。一時停止で見てください。特に変えた方が操作しやすかった設定を紹介します。しゃがみをスペースキーに変更、ジャンプをシャーナシマウスホイールに変更、ゆっくりリンを2番と E に変更、リロードを先ほどの設定に、緊急リロードを R と右クリックに変更、ズーム切り替えをマウスホイール上に変更、レーザー切り替えをマウスホイール押し込みに変更、シャーナシフリールックを C に変更、息止めを変更しましたが、他の人の動画丸パクリなので自分で調べてください。コメントでも受け付けません。では本命の FOV 解説です。 FOV75 の腰ダメです。黒い丸を頭と思って打ってます。弾が黒丸より上に飛ぶと敵にダメージが入らない想定です。レーザーを黒丸より上に行かないように打ちましたが、実際は上に着弾しています。もう一度、レーザーは黒丸の上にほとんど当たっていませんでしたが、実際はほとんど上に着弾しています。 FOV を75から63に変更しました。 FOV を63にした方がレーザーのブレが大きくなりました。ブレは大きいですが、しっかりと着弾しています。つまり FOV が大きければレーザーのブレが少なく、エイムがよく感じます。ただ実際にはもっとブレていて、本当は当たっていないという現象が発生してしまいます。 FOV75 でプレイしてる人は体験したことがあるのではないでしょうか。今の死んでないのみたいな、実際のブレに合わせるために高い FOV はやめましょう。 ADS した状態ではそこまで差は感じられませんでした。ただ低すぎると今度はサイトのブレが大きすぎて狙えづらくなります。なので60から69ぐらいで設定する方がいいでしょう。75と50の比較です。まず75、50、めちゃくちゃブレます。以上です。ではでは。